何とも足りません、これから誰かしか行ってほしいね、うん、今度ここへうなぎ釣りにいらっしゃる、もしかしたら釣れるかもしれない、開けてきた、開けてよ、開けてよ、わお、はい、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、はい、ちょっと開けてみるかな、うわすげー、うまそう。まこさんがね、もううなぎ丼ぶりにしなさいよっつって言われた。おいしそう。うわ。よかったね、今日じいじとついてきてな。うん、助かったね。うなぎの肝かもしれない。ああ、肝が入ってる。肝が入ってる。お、肝が。おばさん食べていいよ。うなぎだらけだ。うわあ、たくさんいるわ。たくさん。あ、ちっちゃいでも金かわいい。まあ、かわいそう。かわいそうにやな、そこのダムに話してやれ取ったら200円になります、すごい巨大魚になってから現れる、こっちに寄せるのじゃないか、あげるときスッてあげるといいかもしれない、あよ、あの暴れさせない方がいいんだよ、カップをそばに持って行ってカップのところにポイって入れるんだよほら、カップ、その時カップを横に置いといて、そうそう、それでカップすぐ横、すぐ横、すぐ、なんで諦めるんだで、そこから持ち上げたらね、大変だから、ありがとうございました、そう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 、そうそう、それでピヨってやるの、ほんでカップ持っていかないと、カップ持っていかないと、カップを持っていかない、そう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 、それでカップに持っていく、腰腰が痛いって言ってやつ、ね、痛い腰が腰が痛いで、おばあちゃんみたいな、じいじみたいな、だからカップをもっと近くに持っていけるあ、やって、あった入ったやった、お、取れてきたら言ったね、得意だってさっきまで言わなかったもん、お、だってコツつかんいらないけど、そんな